はい、どうも、こんにちは。今回またヘビーレイン続きからやっていこうかなと思います。前回は、なんだっけ？あれ？ 前回なんか新しいキャラクター、ん？あ、同時に。そう、前回はなんか、新しいキャラクター、なんか警官？警官じゃない、探偵か。私立探偵のジジイの話をちょっと見て、あ、違う、主人公のイーサンの新しい環境での生活を除き、かつ、新しいキャラクター、私立探偵の視点も見たと。で、時間の都合上、この警察官っぽいやつの話は、やらずに前回終わったみたいな。バイブレーションいらないんだけど。どこ、バイブレーション設定できない？バイブレーション。まあいいや。あんま好きじゃないんだよな、バイブレーション。わかんないけどさ、臨場感伝わんだけど、ちょっと違うんだよな。あれ、ちょっと待って。ちょ、忘れてる。やべ。ちょっと2日ぐらい開けただけで忘れてるわ、もう。じゃあ、ちょっと1回見ていい？右スティック、右スティック、インタラクト、顔の向きを変える。カメラ切り替え、L1、R、L2、まあ、多分大丈夫。やっていこうか。一応なんか4人かな？ 3 人？ 3 人かな？わかんないけど。歩く、カメラ切り替え、思考、記者。もう記者たちが情報が漏れてるみたいだな。だいぶ漏れてんな。だいぶ漏れてない？これ。ねえ。あ、めっちゃ来てんじゃん。遺体は本日早朝、この空き地の一角で発見されました。警察は依然として手がかりを捜索し、目撃者と思われる人物の集全容を中す探している。ますクが、ソ、犠手牲が者の震え存て在る。に関する情集報中すはるん得てだ。いません。今だけでも。いや、まあ、手震えるよ。寒いもんだ。寒そうじゃん、折り紙普通殺に。人鬼の手によるもの冬であのる雨とはの情寒い報よ。今々しい雨だ。ここに来てからずっとこんな調子だ。雨男じゃん。早く帰りたい。そ れじゃダメ名だ前ろ。をメモしておいたな。うん。ブレイク警部補、それだ。ブレイク警部補ね。こんにちは。大体でもさ、この手のゲームやっぱ警官絡むこよのエな。リアは封鎖されています。下がってください。関係者なんでノーす。マン・ジェイデンだ。 FBI。 あ、FBI なんだ。バッジを拝見してよろしいですか。ああ、もちろんだ。かっこいいな、結構。よっ。見せてやるよ、お前に。どうぞお通りください。かっこいいな、結構。ブレイク。ブレイク警部補を探してるんだが、いるかい？少し前に到着されているはずですが。え？ありがとう。そこあんま把握しないんだな。まず取るね。じゃあ、ごめんね。あれ？思考できないな、今。行かせてもらいますよ。てか、FBI とさ、警官の関係わかんないんだけど。なになに、お姉さん。お姉さん何？ FBI と警官のさ、いまいちわかってないんだよな。特殊捜査？なんか、でけえ事件になったら FBI が出てくんのかな？基本的に。何やってんの？何やってんの？その左手。こっちか。難しいな、操作。あ、来た。お、何？そのいかついサングラス。見えんの？マスか。録画開始。捜査官47023、ノーマン・ジェイデン。すごいすごいすごい。2011目年が追い10つかな月4日火曜日午前8時14分。い。朝早え。何この、何この近未来サングラス。あ、せっかく録画開始したんだもんな。じゃあつけてた方がいいよな、絶対。いくよ。R1。スキャンしてる。あ、シャトンじゃん。痛い。電気の近くにあるテントの中に遺体があるはずだ。何この、何、なんか。死体の近くに線路がある。他の被害者と同じだ。なんか見やすいようで見づれえな、この木ブレの。イク警部補を探さないと。こんにちは。まさにだ。スキャン。何そのドアップ。何そのドアップ。何これ。何積んだ積んだ。何これ。ああ、びっくりした。スキャン、これ何の意味があるの、これ。
ブレイク、カーター・ブレイク警部補を探してるんだが。話聞きよてめえ、おい。ありがとう。え、なんか言ってんの。なんかとりあえずこっち側に光ってたよな。このスキャンは何の意味があんの。だってさ、こうサングラスつけてるだけで足跡見えてるもんな。ブレイク、カーター・ブレイク警部補を探してるんだが。あ、刺してくれてんだ一応。あ、あれか、 あれブレイク警部補か。みんな喋らないな。あ、これが遺体か。なんかある、なんかある、なんかある、なんかあるよ。何これ。あ、これでスキャンしてわかるんだ。 ARI 関連のないサンプル、空き地にいる警官のものだ。あ、これでスキャンして、あ、あっちもあるよ。これも死体でしょ多分。うわー残酷。お前何してる。どうも FBI です。どうも。ブレイク警部補、FBI のノーマン・ジェイデンです。どうも。署に寄ったんですが、ここにいると聞いたので。雨と死体と拘束しかないところにご苦労なこった。雨強えな。マイク、あのクルトバ野郎に5分間動かさないように言っとけ。話もできやし。了解しました。いや、ブルドーザーの音じゃないけどな、このうるせえの。おい、来るのか、ジェイデンさん。え、ちょ、あっちにもあったんだって、あれが。ちょっと、お前よりも大事なことあんだって。それで事件の経緯は。犬を散歩中の男が今朝6時頃に死体を発見した。ダメだこれ、あいつにしか視点合わねえわ。調べた。あ、てかサングラス取ってるから関係ねえかも。の犯行と見ていいだろう。おい、どこ行くのお前。あ、死因。死因は何ですか。外傷はない。多分歴史だろう。歴史。いつも通りな。歴史。現場の人手が多すぎる。手がかりが台無しになるかもしれませんよ。そう、事実ね。警官の DNA 見つけたからね。机に座ってても証拠は見つからん。それに FBI じゃなくたって物の扱いは心得てるつもりだ。ちょっと、はい、それはもちろんです。そういう意味では。何やってんのお前、これここで。こちらに向かってます。やべ、寄ってくるわ、ごめん。寄っちゃうわこれ。もう1時間も待ってるんだぞ。そうだぞ。身元、死体の身元はまだわからん。後で情報が入るだろう。手がかり。手がかりは何か。部下がくまなく操作しているところだ。歩くの遅いな、てめえ。おい、じじい。必ず見つかる。遅いんじゃお前。おい、早く。おい、目撃者は。まだだ。場所を考えると、うん、目撃者がいたら驚くくらい。まあ確かにな、こんなとこにいたらいたで、そいつ怪しいよな。レポーターどもを一人たりとも現場に近づかせるな。いいな、トニー。はい、警部補。トニー、頑張れよトニー。推定死亡時刻は、死後硬直からすると6時間以内だろう。検視が終わればもっと情報が入る。じゃまだ全然。俺はちょっと忙しい、はい、署に帰ってからまた話さないか。ええ、わかりました。もう少し調べてもいいですか。ご自由に。お、いいね、そこは寛容だね。おい、ジェイデンさん、何か見つけたら教えてくれ。いいな、チームメイトだろう。わ、キモ。そういうのいらんわ。もう今のでもう俺は関わりたくない、こいつと。なんかもうチームメイトだろ。チームメイトじゃねえよ。ごめん、辛辣で。多分 J でもっといい人なんだけど、俺があんまいい人じゃねえわ。とりあえずこれじゃ足跡辿ってみてもいいのかな。だからもう警官の足跡なのかなこれ。なんかすげえ、こっち側ついてないんだよな。とりあえずまあ DNA 見ていこうか。ランの花粉。花粉はランのせいで急激に弱まっているが、死体に近づくにつれ反応が強まっている。本当だ。お、追っていけばいいのかこれ。もう一回死体見ようか。死体見ようかってもなんか嫌だけど。まぶしい。死体は仰向け。暴力を振るわれた形跡はなし。ここ見せないようにしてるんだ。優しいな。あ、いっぱい見れる。え？いっぱい見れる。端から見ていこうや。
右太もも表面に傷、うん、血液分析によると死後つけられたものと呼ばれ、死体を移動した時につけられたもの。めちゃくちゃハイテクじゃんこのサングラス。血液情報から長時間の疲労状態がうかがえる。FBI 持ってんのかなこういうの。ちょっと憧れるな。あ、被害者の右手に小さな折り紙、死後手に握らされた。でもこそこのワンちゃんのやつ持ってたじゃん、あいつが、イーさんが。やっぱイーさんなのかな。被害者はジェレミー・ボウズ。眩しい。5日前に失踪。眩しい。資料参照のこと。えっとさ、これさ、なんだっけ、このヘビーレインがさ、出た時代にさ、このサングラス使われてるってことはさ、もう今絶対。今 FBI の捜査ってもっとハイテクなのかな。じゃあ被害者の顔は他同様泥で覆われている。なんか残酷だな。ないか、何も。何もないかも。確認してちゃんと。ないな。他なんかあったっけな。まあ、端っこみたいなもんな、まだ。足跡これ絶対違うんだよな。絶対警官がなんかつけてるよな。おー出てきた。こういうのあんのかい。ちゃんとねやんないとな。じゃあスキャン。はっ。 ARI 関連のないサンプル。空き地にいる警官のものだ。今首ギュッてやったからもう何か見つけたのかと思ったわ。これこまめにスキャンしないとな。てか足跡あるとこをスキャンすればいいのかな基本的には。ちょいちょいとか。あ、まあまあ広いなスキャン。なんもないか。そうか、怪しいけどな。カメラ切り替えむずいな。線路も怪しいなこれ。あ出てきた。キラッキー。引かれないこれ。大丈夫か。大丈夫か。引かれない。あ、猫ちゃん。猫の死体か。 FBI は猫のファイルなんか管理しないかな。ない。猫ちゃんここいると俺も危ないからな。帰らないと。あれどっから来たっけ。どっから来たっけ俺。逆かてか逆だな。さっきも電車通ってたから怖いよな普通に。ないな。もう一個ぐらいありそうなもんだけどな。スキャン。ないか。あ、じゃああと奥の方気になるな。お別れした場所。警備員と。警備員。違うな。思ったより DNA 出てるけど、あれは見たやつだよな、多分。これはこれ一番最初見たやつかな。あ、違う。あ、これ。これも捜査に関連ない。関連ないんかい。関連ありそうなやり方すんなよ。えい。なかなかおらんに。怪しいぞ。足跡めっちゃついてるからな。まあ、警官のだろうけどさ。こまめにやって。こまめに。ここ怪しいよ。あ、あれ怪しいじゃん。あのなんか出てるよな、このバキバキバキって音。あ、警部来た。やばい。俺はオフィスに戻る。あんたはまだ捜査してんだよ、お前と違ってな。ええ、よければもう少し見てみようかと。今ちょうど出てきたからな。お好きなだけどうぞ。うん、働けよお前も。ARI 関連のないサンプル。空き地にいる警官のものだ。警官邪魔すんなよ。本気なんだよこっちは。ないな。スキャン、ないな。帰るか
なんもねえな。もっとこまめにスキャンしてみるか。出てこないな。もうちょっとありそうなもんだけどな。帰っちゃうか。もうここでさ、帰っちゃってさ、なんかさ、証拠足んねえみたいなさ、ことなりえないの？これ、ストーリー的に。スキャン。多分これ見たやつが多分光らないんだよな、多分もうこれ。ああ、そうだそうだ、優しいな。ここら辺ってさっきスキャンしたからな。さっきこっちでスキャン出なかったのちょっと気になるんだよな。絶対なんかあると思うんだよな。出ないな。帰るか。ないな。帰っちゃいますかこれ。怪しいけどな、めちゃくちゃ。あ、いいや、帰るか。帰りましょう、帰りましょう。多分全部見た、全部見たと思う。いや、これまさか。報道陣怪しいんじゃないか、これ。報道陣怪しくないか、これ。もう違うな。お前ら怪しいぞ。見えてるんぞ、お前ら、おい。これてかさ、空き地の外にある可能性ない？ワンちゃん。あれ誰だ？あれあれか、聞いてるだけか。事情聴取っていうか、事情聴取じゃないな。出てスキャン。なんかあんじゃないのこれ。てかさ、朝8時なんだな。暗っ。なんかあんじゃないの。なんか、あ、これ、これはカメラ無理やり動かしただけか。なんかあんじゃないのここら辺にも、実は。ねえな。帰ろ。まあ、多分相当端っこにない限りは全部調べたと思うから、まあまあいいでしょう。帰ります。ありがとうございました。どうなんだろうな、でも。あ、なんか、誰。ここまで結構淡々と進んでんだよな。話としては。こっちは。こっちも行けんじゃん。でも誰とも会話できないんだよな。意外と。ちょっと、誰か話しよう、誰か。綺麗に車止められちゃってるからな。間違いけないしな。帰るか、じゃあ。左ハンドルだからね。これもう右から右に来ちゃったけどさ、さっき普通に感覚的に。帰ろうぜ。いや、よくわかんねえな。でもとりあえずイーさんがさ持ってたじゃん、あのワンちゃんの折り紙。俺の予想はやっぱもう早い段階で気づいたけどさ、前回イーさんでしょあれ犯人と思わせて、でも匂わせただけかもしんないけどさ。前回の子供寝かしつけた後にさ、外にいるっていう状況がさ、やっぱちょっとこう、あ、来たね。コウモリ昆虫長。え？え、長じゃない？長長。あ、なんか検査受けてる。いや、キツネにも見えるな。キツネ。危な。カニ、ハモの顔。カニじゃない？カニ。死神、血、影。あ、死神っぽいわ。死神。死神だ。俺も精神検査受けてんじゃん。ちょ、やだ。俺やばかったらどうしよう。どうした、イーさん。MRI の結果が出たよ。すべて正常だ。あ、よかったよかった。事故による損傷は見られない。ごめん、寝ちゃった。ただ、君の精神状態が心配だ。起き、ごめん。簡単なことじゃないが、
一からやり直さなければならないんだよ。まあ、トラウマ的なね。君のせいではないんだから。ジェイソンが死んだのは僕のせいです。僕がもっと注意していればまだあの子は。あれは事故だったんだ。事故は毎日起こる。まあまあ確かに。いつまでも自分を責め続けることはできないんだよ。何それ？何持ってんの？ショーンはどうしてる？見えない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 。と失望か？失望しているでしょうね。変わり果てた父親に。あ、タイミングいいじゃん。あの子にはもっといい父親が必要。酸素座って。君はどうなんだい？君の気持ちは？死、麻痺、まあ憂鬱でしょ。これ以上生きていたくはありません。うん。生き続ける意味がない。でも2年かも引きずるもんだよな、やっぱな。ジェイソンを救えなかった。僕みたいな父親は必要ないんです。なんか愛情悲しみ出てんな、上。あ、悲しみだった。何か私に話したいことがあるんだね、イーさん。二重人格。ま、いえ。あ、違う。いや、痛かった、意識、そう、意識。今日はこれで終わりだ。また来週続く。先生すいません。僕言おうとしたんです先生。イーサン見切りつけて早いよお前。君はラッキーなんだよ。あんなひどい事故にあっても生きてるんだ。まあそうだよな。そうは思えませんよ先生。まあラッキーとは思えないよな。よくてプラマイゼロだよな。よく捉えても。息子がね、アンラッキーで亡くなったわけだから。何これ 2.504cm って。学校。今日学校はどうだった？また遅刻したって先生に叱られた。今度遅刻したら家に帰すって言われた。悪かったよショーン。次は一緒に頑張ろう。あ、どっちも寝坊したの。何か食べる？ショーン、ショ、可愛い顔してんのにな。どうしたんだショーン。別に何でもない。ショーン、どこ見てんの？遊ぼうぜ。どうして友達と遊ばないんだ？友達いないんじゃないの？ショーン、一発芸するしかないな、これじゃあ。元気づけるために。なんか、何これ。なんか今出たよね。座るだけか。何これ。いや、なんか違うな。ブーメランか。できるかい？うん、あんまり戻ってこないんだ。こんなでも、パパやってみようかな。こんな密集してるとこやりたくないけどな、ブーメラン。危ねえわ。ある1ある2飛ばせーと下か。何これ何これ何これ。ミスりました。前はもっと上手かったんだけどな。逆にむずいわそれ。ちょ成功させたいわ。何これ下。はい前。はい、うまブーメラン、うますごいっしょ、ショーン。何かやらせんの、ショーン。いい、もういいって、ショーン。ショーン、もういいって。何かやらせんの。よいしょ。見えてる？見えてる？怖いよ、俺。はい。わあ、パパすごいよ。めっちゃ遠く飛ばすな。僕にはできないよ。ちょっとこう家族のこう、なんか絆出てきたね、家族の。最初に正しい姿勢を取ること。親子の絆来たねこれ。まっすぐちょっと右に投げるんだ。いや子供って純粋だからこそこういう風にねアプローチしないといけないんだ。大丈夫大丈夫、お前できるよ。投げて。そういける。コントローラーちゃんと下にやれよ。ちょ前見ろ前見ろ前見ろ、ショーン見ろよ、ちゃんと。危ないからね。ナイス。やったやったよパパ。よくやったね。うまいじゃないか。うまいな、てか天才じゃん。
親子の絆芽生えたよこれ。あ、楽しそう。ショーン、あの頃の来たなお前。ちゃんとしまってね。あ、そんな急に急に冷められても遊ぶ。他に何か探してみるか。そうだな、あ、そうか、一緒に遊ぶやつ探してんだ。滑り台って、滑り台、回転遊具で遊んでみるか。回転遊具、どれ、回転遊具ってどれ、ブランコ、ブランコなら乗りたがるかな。いや思い、いやでもさ、家にあったのってさ滑り台じゃん。回転遊具これか。昔はシーソーで遊ぶのが大好きだったっけ。本当？この回るやつはどうだ。振り落とされるくらい早く回してやるぞ。お、あ、いいね、ジョン。ノリがいいじゃん、ショーン。やろうぜ、やろうぜ。じゃあ、あのおっさん見てんの嫌だ、気になんな。黄色い帽子の。じゃあ、あれ嫌だな、あのおっさん。ガミ、ガ、いや、ガミしないな。行くぞ。いや、きつ。いいよ、パパ。思いっきり早く。きついよ。ショーン。ショーン、きつい。ショーン、きつい。ショーン、きついって。もっと。ショーン。ショーン、ちょっと待って、ショーン、きついって、ショーン、楽しいか？あ、よかった。あ、ショーン、きついよ。あ、いいね。いや、笑ってくれるの嬉しいな、でも。ショーン、ボタン連打きついよ。大丈夫宇宙飛行士のトレーニング。そのフォローおしゃれ、ずる。俺も言おう、頭ぐるぐるするって言われたら、はは、宇宙飛行士のトレーニングだって言おう今度から。もう急に終わんなって。あ、ブランコ行こうぜ、ブランコ。おい、ショーン、幸せだよ。楽しんでるみたいだ。しばらくあんな笑顔は見ていなかったな。見てなかったな。し、あ、ねえねえ、どうしたショーン、ショ、そんな定位置に戻らなくていいよ、ショーン。シーソーだよ、シーソー。シーソーなんて何年ぶりだろうな。やってみるか。結構細めのシーソーだな。股間大丈夫か？股間大丈夫かこれ。ダイレクトじゃないこれ。シーソーは連打じゃないだろう。タイミングだろう。多分。ショーンに先に座らせんのよ、てめえ。空に飛んでくくらいをして。え？いいの？よいしょ。あ、そっか、タイトにできないのか。はいはい、どうよ、おもろいっしょ。おもろいかそっか、大人と子供じゃタイトにできないのか。高さ合わないのか。いやー楽しそう。でも俺が油断しちゃう。これ楽しそうなの見てたら油断しちゃう。入力よいしょ。ああ、いいね。いいな、ピュアでいいな。なんか急に真顔なんなってたから。ちょっと最後ブランコやろ、ブランコ。ねえねえ、せっかく来たんだから、ブランコやろ、ブランコ。雲行きが怪しいな。やばい、雨が降りそうだ。ちょっとブランコだけやろ、ブランコだけ。他に何か探してみる。ブランコだけやろ、ショーン、ブランコやろ。ブランコなら乗りたがるかな。ショーン、ブランコ、ショーン、ブランコやろ、最後。ブランコで遊ぼうか。押してあげるよ。どっから来る、ショーン。あ、ちょっと怖くない、なんかこの画角怖くない、何これ。まあ押すのはでも簡単でしょ。ちょっと待って、マジか。これ失敗したらきついな。はい。いや、ちょっと待って、ミスった。ショーン、ごめんって。ショーン。押してくれないの？違う。行くよ。ちょ、俺が油断してた。はい、じゃあ。行くよ、ショーン。はい。いいよ、パパ。もっと。行くよ、もっと、じゃあ。はい。楽しいか？よいしょ。
行くよ、もうこれ一回で差し上げ一回でもう親としてどうかと思うけどそれは。おいおいおい、あー楽しそう、いいね、なんか親子っていいね、楽しかったろう。面白かった。よかったよかった。帰ろっか、幸せ幸せってこと。楽しんでるみたいだ。しばらくあんな笑顔は見ていなかったな。帰ろうか。雨が降りそうだな。もう帰ろう。降ってる降ってる、ってか降ってる降ってる、もう降ってるよ。ちょっと。ショーン荷物ある。オッケーオッケー、ショーン帰ろう帰ろう。よくたまに思い出すんだ。ジェイソンがいた時のこと。思い出すんだよ。時々全部があの頃に戻ったらなって思うんだ。うん、まあ、弟パパもだよ、パパもだよ、パパも。パパもだ。ショーン、俺道わかんないからついていくわ。ショーン、どっち行けばいいの？あ、なんか買ってあげようか、あれ。なんか売ってるよ、あれ。怪しいけど。買ってやろうか、これ。見えねえわ。あ、やる？遊びたい？ねえ、パパ。メリーゴーランドに乗っていい？ねえ。いいよいいよ。ああ、じゃあ馬を選んでチケットを買ってくる。どこチケット？あ、あれか。すいませんね、メリーゴーランド。メリーゴーランドあんのかよ、公園に。ちょ、このひととき楽しんだら終わるわ。一人。いや、お前いいの？一緒乗ればいいじゃん。チケットちょうだい、チケットは？ねえ。チケットいいのこれ。じゃあ大丈夫か。じゃあ俺も乗りたかったな、俺も。じゃあかわいい。ん？どうした？ああやばいやばいやばい。あのモード入っちゃう、あのモード。何が起こんの？ん？お前がここに来んだな。あべ！あぶねえ！これ間に合ってなかったらどうなったの？あぶな。どういうことなんだろうな、これ。毎回なんかブルブル、幸せな後なんかなるよね。ショーン走り方おもろいな。ごめんな。ああでも繋がってんな。いやこれ違うんじゃない？一回帰ってんじゃないの、もはや。おかしいじゃん。飛ぶのおかしいじゃん。あ、もうバックあるバックある。どういうことだこれ。世界観がわからん。おー、幸せだったのに。どこどこ。どういうことなんだろうな。急に記憶飛んで。お部屋にいるんじゃない？どうしたのパパって言うんじゃないの？ちょ、カメラむずい、カメラむずい。いない。え？これが悪夢なのかな？悪夢なのか、ちゃんと遊んでた世界と一緒で。いや、でも悪夢だと思うな。また同じワンちゃんの折り紙だな。え、ちょっと待って。ごめん、ちょっとなんか、
物語に入るっていうよりも、なんかどういうことなのかちょっと推測したくなっちゃってるわ。どういうことだ？あ、ちょっとこれ一旦切ろうか。なんでこれ毎回ここから始まんの？いい、そのいいってドアップは。毎回長いんだよ、この時間。なになに、何してほしい？ねえ。なこのなお前が満足してる終わる感じやめろよ。375センチってセンチじゃないのか。なんて読むんだろう。あ、これ一旦切ろう。じゃあ一旦切ろう。じゃあ、あざした。